はい、しもしも。あ、ごめんね、ちょっとお願いがあるんやけど、うん、今日もいよいよワイワイさんの生放送が始まったってことで、うん、で、ギャルのその口から、うん、その綺麗なっていうか、うん、爽やかほとばしるその声で、はいはいはい、ワイワイさん、ワイワイの生放送今日も始まるよって言ってほしいね。なんて、ワイワイ、なんて、ワイワイの生放送今日も始まるよって。わかった、いいよ。で、その後に、で、その後に俺が10回クイズって知ってる？うん、知ってる。ピザピザピザみたいな、はいはいはい、を言うから、それの答えの時それを答えてほしい。あー、わかった。 OK。 綺麗な声で頼むよ、できるだけ。綺麗な声、今オープニングやからね。あー、 OKOKOK、 はい、よろしくお願いします。じゃあ Q 出していきます。はい、よろしくお願いします。ワイワイのワイワイチャンネル生放送始まるよ的なことね、まずね。で、10回クイズね。ワイワイチャンネル、はい、いきます。それでは3、2、1、9。ワイワイチャンネル生放送始まるよ。では、灯油と10回言ってみて。灯油？灯油。灯油、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 灯油。シャンプーの後に頭にかけるものは？水、お湯。正解！リンスが正しかったですね。間違えてほしかったですね、ギャルには。さあ、ということで始まりました。決まってこうぜ、今日も。ワイワイの正義しか守らん警察、GTA ということでね。もう皆さんも今日、もう今か今かと、悪はびこるこの世界。あ、マイク上がんな、ほんで。ああ、もう。ヘッドに、5つ星ね。入った俺。おお、見てほら。失敗したクリリンになった、俺今日。はいや、ほんで。手際よー、マジで。今日手際良いね。あかんあかんあかん、犯罪やん、犯罪やん。犯罪やで、それ。ごめんなさいね。すいません。はーい。今なんかされてます？それ、そこで。いや、してないっすね。おい、なに、その声。これ、のり巻きじゃん。のり巻きやん、のり巻き、久しぶりやん。お久しぶりっすね。元気してましたか？元気、いや、元気。お前が、なかなかのり巻きが相手してくれへんからさ。はい。全然ちょっと寂しくて、ほんまにもう集中できへんかった、ここ、2日ぐらい。3日？ほら。集中してできなさすぎじゃないですか。のり巻き、謝って、まず。まあいいから。まず謝って、のり巻き。すいませんでした。なあ、すいません。やろ、そやで。はい。のり巻き、それしてさ。はい。え、その何、普通に逃げ寄せる気で今、それ集めてんの、ほんで。そう、あれ人質いませんでした？人質はいいひんね、のり巻き。いやいや、そこにいましたね、人。で、どこ？人質？人質入ってくるところに NPC、うん、いる？ちょっと見てくるわ。はい。残念やけど、のり巻きおらへんみたいわ、今、人質。え？マジっすか？別に連れてきては一応います。よっしゃ。あ、そうか、俺は。え？チェイス。チェイスじゃないよ、のり巻き。それだって、だって、のり巻きだっていい日も。そやろ？のり巻きだっていい日も。じゃあ見に行こう。じゃあ見に行こう。ほら、のり巻き。いなくなっちゃったんだ。いなくなっちゃったか。ほら、見てごらん。ほんとだ。いなくなってる。いなくなってるやろ。いや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 
全然全然意味ない。そう、ほんま時間の無駄してたよね、お前今ね。だから人質消えちゃったなあ、かわいそうに。マジか。あ、のりまき、今から俺警察に行くつもりはなくて、でも実際ごめんね。あ、そうなんすか。そうやね、そうやね、ちょっとカジノ行くからさ。え、カジノ。うん、そうそう、俺毎回カジノで今ギャンブル勝負してんのよで、一人でやっぱ寂しいからさはい、それお前の K な。わかりました。うん、ごめんやけど、俺は、まあ、俺がの連行中にのりまきが、俺の連行中にのりまきが勝手に暴走してカジノに行って、はい、700万コインに変えてカジノしてたっていう話やから今、はい、な。それ相当やばいですけどなんか余計に罪が重くなりそうな、うん、余計にしたよね、罪かもね、かもね、負けたらそうかもね、負けたらそうかも、執行妨害がつきそうですね。あ、かもかもね、うん、負けたらね、だから勝てばいいんや、勝てばいいんやから。いや、そうする、勝てばいいんで、うん、そうそう、勝てばいいんやから。で、俺がいつももうほんまにマジでこれ絶対殺すと思ったらこいつやねん。こいつほんま、もう顔マジで忘れんな。こい、いや、こいつほんま、こいつマジで舐めたらあかんで。マジ鬼やからな、こいつ。ほんまに鬼。じゃ、もうほんまにこいつ鬼やねん。こいつ俺今日倒すから、何巻き、ちょ、やるぜ。いや、俺盤面見るんで。いや、盤面見といて、盤面見といて。
はい、もう絶対勝つから今日俺ほんまにマジで応援します、マジで応援します、マジで応援して、ちょっと待って、俺ちょっと一回このテザー銃ちょっと一回直すわ、テザー銃で、はい、こいつマジでイカサマするから、よし、Nice to have you here, sir. よし、まず7番1回目ね、はい、よし、まあ、はい、よろしくお願いします、見てます、うん、俺も1人称でいくわ、まあ3な、3、3、3、6な、14やって、どう引く？どうする？いや引く、いや引く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 、ナイス、いいね、のり巻き、あ、お前いいかもな、ちょ毎回のり巻きいるかも、じゃあで次のり巻き14万いこう、じゃあ行きましょう、買ったから7万かけて14万、ね、そうわっ19やで、どうする、のり巻きどうする、うわっ、これむずスタンド、いやヒットはないんじゃん、えヒットある、スタンドする、スタンドいくよ、スタンド相手は7ね、18、うわやばい、いいね、勝った勝った、なんか16以上、18以上はディーラーは1枚引けへんみたいな、確かそういうルールがあるね、せやねんせやねんせやねん、おいいずっと勝ってる、めっちゃ勝ってる、めっちゃ勝ってるやん、のり巻き、めっちゃ勝ってるわ、でも14万でかけて、ちょごめん一回ひよるけど、一回ひよるわ、ねねまのもう一回ピン出せる、19やで、19やで、どうする、スタンスタン、いやこれはもうこれは3のか、これは3だよな、満場一で3だよな、これな、で相手は5、あ10個か、8、18、勝ったよ、お前最強やんマジで、待って、のり、いやのり巻きちょっとお前毎日来て、じゃあ毎日やって、銀行強盗かなんかじゃないと俺、うわ俺これまくれるわ、俺今日まくれるわ、銀行強盗俺がしてそのお金のマリさんがなあ、それでマッチポンプやん、マッチポンプ、ちょ待って、これで14でいこう、もう一回14でいこう、でもここでおごらないっていうのが一番ええねん、そうなんですよね、なんだな、なんだな、うわ20やん、おお、3だよ、さすがに3だよって、であいつが21ってことはないから絶対俺もう勝ちやで、これ多分この後、おーい、おーい、よいしょ、のり巻き、のり巻き、今何本買ってる、俺今何本か、やばくない、マジでやばくない、これやばい、買ってますよこれ、俺今1200万ぐらいなってるかも、のり巻きどうしよう、やばいやばいやばい、もっとなんか、もっとなのか、もっとなのかも、これいやちょっと1回20で行ってみる、1回20万20万別行ってみる、いやもうちょっと攻めるか、30万別行くわ、30万別、はい、30万行きましょう、8な、ハの字にしてよ、オッケー、じゃあ、あのガレージ行くよ、うわ、15、うわこれ、ちょっと一回これ天使にかけるわ、のり巻きっていう天使にかける、俺これ引きましょう、ヒット、ょこれ行きましょ う、ヒットだ、はい、行きましょう、はい、お願い、ガーでっ、でっか、でっか、でも、でもマイナスやろ、でもマイナスやんな、全然マイナスやプラスやんな、まだな、言ってそうです、そう、全然大丈夫と思います、うん、全然大丈夫、全然大丈夫、まだ17やってどうする、いやこれうわ、スタンドで相手スタンドスタンドでいく、スタンドでいきます、うわ17はちょっとしんどいな、でも相手がぶっ壊れるかもしれない、あ17や、あ終わり、あ今のほんなら引き分けな、あ引き分け、はい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 、引き分けな、17と17やったら引き分けだな、あそういうことか、あこいつだいぶ今日あれ調子悪いな、これなんかあったね、これ振られたんちゃう、これだいぶ調子悪い、いやほんまもうマジで毎回10回やったら9回負けんねんで、マジこいつほんまやからな、めっちゃ強いよ、4連勝したのすごいっすね、今行くしかないわ、逆に今こいつ落とすしかない、もうやめさす、あ17やって、でも17どうする、相手10やで、うわこれ、いやもうもんなあかん、おもんなくなって、のり巻きおもんなくなってきた、結局あれしてる、あれ10で21になったかも、俺私の勝ちを言うて、俺何もさせられへんやつやね、あれ、おもんな、おもんなやろマジで、いやこれ 連戦してくるからな、これこいつマジかよ、オッケー、もうちょっと、もうごめん、ちょっと今のりまき実際マイナスにはなってる、いやまあしょうがないです、勝てばいいんで、ナイティーな、ナイティーな、ナイティーね、ナイティーね、勝ちです、勝ち、これは
いやこれもうあれじゃないですか。いやこれもう 3だよ、これはもう3だよ、さすがにそれ負けっこだもんだって。聞くなよな、そんなこと逆に。ちょっと待ってよ、ちょっとノリ巻きおかしなってきた、ちょっとノリ巻きおかしな、ちょっとノリ巻きおかしなってきた、一回これおかしなってる、これやばいやばいやばい、いやまずいまずいまずい、これまずい、流れがまずなってきてる、まずいです、まずいまずいまずい、はい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 、なるほどね。じゃあもう俺これラスト勝負やから、ラスト勝負いきましょう、ラスト勝負、もう残った29万勝負やから、オールインオールインオールイン、よし、いや勝てます、もうここ勝つしかない、諦めなければマジでここ勝つしかない、これ勝って次もオールインして勝ってやめよう、はい、10人な、いやもうこれ引くしかない、引くしかない、いやお前さ強すぎるって、そのカード最初映画から引くとか、お前それで終わりって言ったらマジで思んないからやめろよ、よし、いやこれヒットよ、まずな、ヒットです、10人やから、まあできれば8あたりいいよね、8、9あたりいいよね、そうですね、もうそのあたり来たら最高です、はぁ、はぁ、入りましょう、もんないっすわ、なのりまき、のりまき見た、はい、こいつマジで、はい、ちょだから俺な、いつかこいつ殺してやろうか、マジで殺してやろうか、ちょお前その時言うわ、はい、お前、はい、お前見て、見守ってて、その時もうマジでこいつ殺すから、いつからか、お前殺して、俺の代わりにこいつ、押すしかない、もう俺殺して怒られるから、カジノとんでもない力が働いて撃てないっすわ、撃てへんねや、あ撃てへんねや、これあそうなんや、ふざけてるわ、ちょっとまあ残念やったけど、まあまあ年失敗ってことで、いやでもね、よかったです、お願いします、ちなみに、うん、あれですね、あの刑務所で切符切られるよりお金減ったっす。7107番の前。お、進行中の ATM 強盗やって。進行中の ATM 強盗。おい、遠いな。遠すぎるわ。ちょっとそんな足から足まで横断せなあかん、ちょっと。止まりなさい。え？止まってください。何？止まってください。どうしたの？お疲れ。お疲れ、キャプテン。ここで何したんですか？うん、今じゃあそこでさ、警察がさ、倒れたからな。はい。行こう思ったんやん。な、もうこれがもうすっごいスピード遅いからさ、これね、全然追いつかへんかったね。これで今。これでって言うなめて。舐めてるんですか今。これでって今仕事してるやん。これで。うん、これで警察舐めるわこれでやってるじゃあたまたま、ちょ今な違うね、今たまたまこれを乗ってる時に起こったから、今からパトカー取りに行くから大丈夫、待って、任せてよキャプテンね、わかりました、大丈夫大丈夫、ありがとうね、でもキャプテンナイス、それキャプテンナイス、その質問ね、ナイス質問、ナイスクエスチョン、はい、ありがとうございますそう遅すぎるってちょっと遅すぎ、ちょキャプテン押して、ちょキャプテン押して、これ押して、遅すぎるから俺これ遅すぎるから、ちょっと押して、押してくれへんかった、俺これ無理やわ、キャプテン聞こえてる、下降りたかな、ああほらキャプテン押してくれ、キャプテン押してくれって、あ生きてるいいよいいよ、ゆっくりね、ゆっくりね、ゆっくりねゆっくりな、ゆっくりやで、はいはいはい、いける、はい、いけるいけ、いけいけ、いけいけいけ、おおおおおいけ、いけ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 、あーいい、あーいい、あーいい感じ感じ感じ、あー安定した安定した、安定、安定感ある、安定感ある、安定感ある、おおいい、いい、もうちょっと早くしていけ、もうちょっと早くしていけキャプテン、それおおおおおキャプテン、いけてる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 、早なってる、だいぶ早なってる、もっともっといって、もっといって、もっと強く、もっともっといけ、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 いい感じ、いい感じ、いい感じ、まだまだいける、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 いけ、いけ、いけ、どんどんいけ、どんどんいけ、どん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 いけ、おお、いいね、最速出た、最速出てる、150キロ、俺よう倒れへんな、逆に。これはこれ、これこっちや、これこっち、行きます、オッケーや、Y さん頼んだ、うん、ちょっと待ってな、ちょっと ゆっくり行くな、ほんなな、腰言わしてるから今、このままだとプリズンの方、あ、じゃあキャプテン、俺が言うことを言うて、わかった、一回練習してみよう、わかった、出てこい、おい出てこい、はい、おい出てこい、クソ野郎、クソ野郎、貴様、はい、貴様、その後任せて、
誰だ、うん、おい出てこい貴様殺すぞ。やめてください。いいね、おいいね、いいね、キャプテン。殺さないでください。いてこましたのか、いてこましたのか、はい。また来た。いてこましたのか。また来た。お前。いてこまってらどうか。しばきますぞ、この野郎。しばきますぞ、この野郎。教えないでください。お前、なんか、あ、顎から手ガシン入れて脳ガタガタ言わしたろうか。長い長い長い。ガタガタ言わしたろうか。物質薬物持ってますね、これ。ガタガタ。やめて。ガタガタ。ヘリ禁止でいいですか？ヘリ禁止。はい、じゃあすぐアタックでいいですよね。すぐアタックでいいの？うん。はい、用意スタート。ちょっと早くね。行くね。はい、スタート。スタート。いや、ガム行け。キャプテン、よーお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 ーいいね。おーいいね。おー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 すごいね。いや、まだ間に合う、まだ間に合う、まだ間に合う。まだ間に合う、あの車やったらまだ間に合う。いやでもキャプテンうまいもんな絶対な。今の青い車ですか？え、何してるキャプテン、どうした？はい、そうです、青いのライト。キャプテン、どうしたん、どうしたん、それ何、どうしたん、動かになった？プリカ、プリカ受けてる。プリカも受けてるし、もうそれ行こう、もうそれ行くか、もうそれ行くか、そうやな、もうそれ行こう、もう捨てよ、もう捨てよ、捨てよ、もう今なんか捨てよ、もうそれは。サイレン鳴らせ、サイレン。これ怪しかったか、止まってる、なんか止まってるやん。何ですか？あ、いい車や。車マジで。なんか、これね、三面みたい。止まって出たけど、止まらんかった。逃げた。妨害ですね。大丈夫大丈夫。三面みたいじゃない？これ。ここほら。三面や。誰の？うん、誰や？これ。あれ、XQE 誰だっけ？もうなんか専門的なことしてる。シバルか。シブヤハルで。シバルかお前この野郎。シバルお前。カスタムこの野郎。はい、言える人でいい。カスタムお前出てこい。おい、カスタムこの野郎早く出てこい。お前出てこない、出てこないよ。渋いことしねえで、お前この野郎出てこい。お前この野郎、キャプテンも言って、キャプテンも言ってて、キャプテン、はい、リピートアフターミー。殺すぞ、殺すぞ。かわいいな。シバル殺すぞ。貴様出てこい。口の顎のとこガバ開けて、手入れて、脳のとこガタガタ言わしたろうか。はい、ガタガタ言わしたろうか。な、シバル変な言葉教えないの。教育してるから今、教育してるから。終わってるよ、教育の内容が。まだ、バイバイさん出てこい貴様。まだ撮ってんのそれ。出てこいよお前この野郎。なんだお前 VTuber みたいな格好しやがってこの野郎。よし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 。じゃあチェイスやな。チェイスか。まだ現場います。3台。何舐めてんのお前。キャプテン舐めてる。いやそれやん、舐めてる。じゃあ、またタイマーするか。そう、まだ中にもいる。本気で行くよ、じゃあ。今取ってるお金。本気で行くよ。でもタイマーの中も何もないよ、そんな男同士の。いや、もう何もない、何もないねんて。黄色、ピンク、黒。じゃあもう今売ってもいいってことあれ。ふざけんな。じゃあ、始めるよ。撃ってくる、撃ってくる、撃ってくる。よーい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。スタート！始める。ちょっと、ちょっと。始まる前からシート妨害するだけやめて。ねえねえねえ、よーいよーい、スタート、はい、行け。この辺で行く。右曲がった、右曲がった。行け行け行け、落ち着いて落ち着いて、キャプテン落ち着いて。あ、おっと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 、やべー。シートベルト閉めてなかった、シートベルト閉めてなかった、キャプテン。俺誰？どこにいんの？ああ、もうフランシスコや、俺の最推しの、俺の最推しの CR フランシスコや。え、違うの？あ、違うか、ごめん、違うかったわ。人質の格好じゃないけど。え、お前人質になんの？はい、脅されてきてます。誰に？誰？それはちょっと、うん、ハイチュウついてない？髪にハイチュウついてるの？お前ハイチュウついてる。アマトーか、かわいい。アマトーか、アマトーか、かわいいよ。待ってんの？ほんで律儀に。お前、はい、誰だ犯人？誰だそれ、待ってんの。なんか喋れ、誰だ。喋れよお前クソ野郎。喋れ、無言であっさるな。ロレ、あのレ、ロレって書いてるで、あれ。ロレ、ロリ、ロリ、あれ、ロレ、ロリ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 じゃない、ロリ、ロリ、ロリだ、ロリ、リ、リーナやほんで。リーナ、リーナ、答えはリーナ。あれ最低やね。ほらほら、歌ってるもん。だって最低やね、歌ってるもん。席も取れるんですよ、この店。席ですか？え、メルちゃんとチェキ取れるんですか？そうですよ。ええ。どうしますか？
どうしよう、まずそのおね、その美味しくなるやつ、ちょっとじゃあ一回美味しくなったかどうかで判断していいですか。わかりました、ご主人様。 OK です、いきますね。はい、美味しくなれ、もやもやキュン。かかりました魔法。かかりました。はい、はい、わやった、かかりました魔法。かかりました、やったすごい、かかった今。ちょっと一個質問なんですけど、本当の現職のプロの方じゃないですよね、その魔法をかける現職の方ではないですよね、あまりにも上手だったんで。あ、本当ですか、昨日から入ったばっかなんです。嘘だ。神聖現るである。じゃあそれは神聖現るであるぞ。ねえ、やったー、見つけちゃった。ワイワイさんこそなんかこの筋の人ですか。その筋のっていうのは どっちのその筋の人ですか。小指があったりなかったりする方じゃないですよね。その筋っていうことじゃないですよね。そういう意味ではなく、じゃなくて、はいはいはい、メイドキーさんに通われてる方です。いや、もう全然僕なんかはもうそんなのは、拙者はそんなことはないでござるよ。一切ないでござる。それはもうメルちゃんだけしか見てないで、見えないでござる、この目に。そうですね、ちょっと暗算かかってるんで。この眼球の光はメルちゃんに収束するであります。あ、私こっちです。メルちゃんチェキは、メルちゃんチェキは、ちょっとどこ見てるんですか。メルちゃんチェキお願いします。じゃ あチェキお願いします。うるせえお前、ちょっと今やってんだよこっちは。うるせえメルちゃん、早くメルちゃんチェキお願いします。メルちゃん先に、誰よりも先にチェキお願いします。どこ行ったの。なんだよお前は、なんだよこっち、お前今やってるところズボンはチェキやってんだぞお前。メルちゃんと何、なんだよメルちゃんと何してきたんだお前。なんて服着てんだよこの野郎。今からチェキ取るんだよ。チェキ取るんだよ。見てろお前、見てろ。言えたことだな。メルちゃんチェキ取ろう。メルちゃんチェキ取ろう。メルちゃんチェキ取ろう。おのおののスマホでお願いします。おのおののでござるか。ござるで。いや、横に見に来てるんだ。おまわりさん、おいしいです。おのおののでござるか。なるほど、こうでござるか。じゃあ、こうでござるよ。お願いします。どうやって、多分、あれ、これあ、やばい、その誰と振り返るか。で、違うか。ちょっとカニピンク取ってや、カニピンク取って。あ、お願いします。 Y をしたらいいんじゃないですか。 Y を押したらいいの。あ、これで取ってもらいましょう。お前ちゃうって、お前ちゃうって、なんでお前なって、お前なってるやん。カニピンクやってるって、だるまどっか行ってるって。ほんでだるまどっか行ってんで。はい、取りますか、チェキ。うん、チェキ、チェキ、取って、取って、取って、じゃあちょっと、せめて取って。なんか、なんでそっちでハート作ってん。じゃあこれで取って、俺の後頭部取って。じゃあ、はい、わかりました。俺の後頭部取って。車3台いるんですけど。おー、いいね、いいね、いいね。おー、お台も来た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 よ、ほら。俺の後頭部な、取った、俺の後頭部。ちょっとツイッター上げて、ツイッター上げといて。ツイッター上げといて、それ。はい、ツイッター、はい、上げといて、それ。やったー。後頭部取ってどうすんだ。取ったらいいやん、取りに来たんか、お前らも。取りますか。取りに来たんか。大丈夫です。大丈夫です。断られちゃった。俺だけの、俺だけのメルちゃんやもんね。俺だけのメルちゃんだぞ、お前はこの野郎。逮捕するぞ、お前はこの野郎。ワイワイさんに請求しなきゃ。うん。請求ただじゃねえんだ。いくらでも請求していい。これってチェキって呼べんの？ツイッター上げたんだけど。チェキはお金かかるもんなんで。いいよ、いいよ。フリカ行く？いいよ。フリカ、フリカ行こう。フリカ、フリカ行こう。ほら、メルちゃん、俺もフリカ行かなあかんから、ほら。ちょっと、あ、メルちゃんのものから離れたくない。お金、お金、お金、お金。ちょっと待ってくださいね。いいよ。12万プラス、12万プラス、16たす12はいくつでしょうか。3かな。え、3？ そう。28な、28な。プラス30でいい、30、28。プラスのチェキ代も。チェキ代は？いくら？チェキ代はちょっと、じゃあワイワイさんの気持ちで、ちょっと決めてもらっていいですか。じゃあ、100万、全部で。え？ 100 万にしよう。いいの？うん、100万にしよう。メルちゃんの、メルちゃんもあれいるだろうから、これからご飯とか食べなきゃな、だし。だしね。だしね。メルちゃんも、また、また、また来るから。うん。ありがとう。じゃあちょっと請求書。100万か。でもね、メルちゃん一人で切り盛りしてんの今。え、なんか誰もいないんだ。なんで誰もいい日になってんねん。わからない。どうしてん、殺したのか。ほんなもういっそのこと殺したのか。ほんな、なんでなんで殺されないといけない。違う違う、メルちゃん以外な、メルちゃん以外な。いい日、どうせいい日になったらこの世からいい日になっても一緒かな思って、殺したのか思ってんけど。大丈夫、また来てくれますか。また、また、うまん来る来る。
じゃあ連絡先聞いてもいいですか？うん、いいよ。営業しないから。アズピーマン、どうしてる？あら、なんか、ワイワイさん。あ、うんうん。ちょっと待ってね。これ、どうやってこのカメラをこれやめんのかな？なんでカメラつけてるんだ？カメラ、消した。はいはい。はい。なんでカメラつけてるんだ？あ、来ました。はい、ありがとうございます。こちらこそ。メルの推し第1号ですよ、ワイワイさん。そうだ、僕はメルさんの第1号なんだ。そうですよ。ありがとうね。第2号以下は殺していくね。じゃあメルちゃんよろしく。これからもよろしく。お願いします。あ、じゃあお見送りします。おうん、何から何までしてくれんね。歩きだから。僕歩きだから。歩きなんですか？ここでいいよ、うん、寒いしここでいいよ。メルちゃんありがとうね。パン一だと風邪ひきますよ。うん、ありがとうね。気をつけてまた来てください。あの子もう現職やってやれん。現職ちゃん。番長入ったんやったら、ちょっと番長連絡入れとかなあかんな。あ、おはようございます。あ、番長おはよう。あ、おはようございます。何してたの番長？あ、今起きて。今来たんや。え、今そうなんですよ。あ、そうなんや。もう実際今日のオープニングはちょっと一回撮ってんけども。あ、はいはい。じゃあ今日はやってるよってくん、始まるよじゃなくて、わいわいの放送始まってやってるよってやってるよの方で、で今回はちょっと趣向を変えてみて、はい、趣向を変えるんですね。そうそうそう。10回クイズって知ってる？10回クイズ知ってます。もう即で答えてほしいんだけど、やっぱ、はい、10回言ってで何々はって聞くから、それにすぐ答えてね、はい、考えずにすぐ。あ、もうはい、わかりました。それを答えて、うん、まあもうこれもうピタッと終わるから、閉まるから。わかりました。ピタッと閉まるからね、はい、ピタッて OK です。じゃあまずワイワイの放送始まってるよ、はい、でまず言って。はい、いきます。3、2、1、9。ワイワイの放送始まってるよ。灯油と10回言ってみて。何をですか？灯油。灯油。シャンプーの後に頭にかけるものは？お湯。正解。え、これ引っかからないの？おかしいな、激ムズ超難問の10回ゲームのお題ってことで今ウェブで引っ張ってきたんだけどな。これキッチンと10回行ってみた方がよかった？もしかして。キッチンと10回行ってみて。で、キッチン。鳥を英語でなんて言う？チキン。残念、正解はバードでした。のがよかった。たこ焼きと10回言ってみて。たこ焼き。鯛を焼いたものはたい焼き。残念、正解は焼き魚でした。の方がいい。それ行こうか。それ行こう。それちょっともう一回やり直そう。それは絶対引っかかるわ。さすがに俺引っかかるもん。あ、もしもし。ごめんね番長、ちょっと今の最後のもう一回だけ。そうそう、10回クイズがもう一回だけちょっと違うのを用意したから。はいはいはい。いい声で最後は、はい、いい声でビシッと答えを。ビシッと、はい。正解したからね、さっきのは。ちなみに言うと正解しちゃってるからね。考えちゃダメなの番長ね。はい、即興でパッと。はい、行くよ。わかりました。はい。たこ焼きと10回言ってみて。たこ焼き。鯛を焼いたものは？たい焼き。残念、正解焼き魚でした。あっ。それがなんかもうすごいちょっとリズミカルにこうフックみたいな。これタクシー？これタクシーです。これタクシーですか？駅乗車タクシー。すいません、奈良つながりってことでちょっと呼ばせていただいて。あ、いえいえ、全然。警察署までお願いしていいですか？アイス。全然前からワイワイさんからみたいなって思ってたんで。思ってたんですか？はい。え、ちなみに今何歳になられるんですか？僕今年36っすよ。年男っす。え、一緒やじゃあ。え、全く同い。え、うさぎ年？うさぎっすよ。あ、じゃあ一緒や。あ、マジか、同いない。あ、じゃあ一緒や。ほんま。あ、ガチで同いは知らんかったな。ね、いやそんなん全然もっとあれやと思って、もうもっとも43ぐらいや思って。へへへへ、全然ちゃいます。え、で今もう奈良に住んではって？あ、ね、地元奈良の今大阪っすね、うん、住んでるのは。小学校中学校とかは奈良？高校も奈良っすよ僕。え、その生駒のあたりで？
生駒、うん、あでも家生駒なだけで学校自体は、うん、あまあでも生駒らへんかな。奈良では奈良市ではないものね。でも市内、奈良市内じゃないですね。えどこらへんなんですか。もう完全に奈良市、もうあのだから、はい、JR 奈良駅、あここらへん、もうあこ、いやっていうかじゃあ、うん、あの僕奈良市のなんか連れもぼちぼちおるから、うん、多分共通の連れおると思う。マジか。探したの。え、なんでやろう。え、なんでそんなに世間狭いか。いや狭いっすね、マジで。ありがとうございます。世間は狭いなってことやな、ほんまな。思わん。昔の店舗ごとにも。ほんま、世間は狭いなってな。あ、カルビアン。犯罪者です。ワイワイさん。カルビアン、どうしたん。何してんの。どうしたんじゃないよ。元気します。元気なわけやないだろ。悪いことしたん、また。お前また悪いことしたんか。ちょっとね、ちょっとおちょこちょいのとこあるからな、お前な。おちょこちょいのとこが失敗しちゃうねんな。でもそれがお前のまたええとこやったりすんねんな、ほんでな。せやねん、せやねん。せやねんな。せやねん、ごめんね。分かってんね。分かって、そうやん。それ好きで見ないで。NPC 殺しちゃっただけなんだよ。せやな。失敗やねんな。そう。大丈夫、大丈夫。何度でもそれやり直しちゃえねんから、それな。みんなもそう、ごめんね。ちょっと。できへん人を責めんのやめてあげて。できる人が、できる人って決まるよ、やめて。それだけはちょっとごめんね。努力してるんやから、彼女も努力してる。ね。これでも努力してます。できないやつっていうのやめて。うん？カルビのギャングなんだよ、お前。できるから。お肉の、あ、お肉の国っていうのと、お肉の組っていうのかけてんのか、お前。そうなんですよ。ああ、お前のこと。何そんな。いい名前でしょ。それ誰発案だ、お前？釈迦さん。釈迦さんだよ、ほんで。お前、計らずも釈迦がそこにいるってことを教えたんだ、俺に。なるほどね。そうなんや。誰いるんだろう。あ、そうなんや。いるとは限んないよ。まあ、いるとは限らないな。おい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 、たった焼き肉で話してるとこやね、今。衝撃的、いい、あ、いいまいなやん。いいまいな。俺、いいまいなと喋ったことないねん。くるみ割り人形。くるみ割り人形、助けて。生まれちゃった。生まれちゃった。生まれちゃった。あー、せんぷや。あー、くるみちゃんが割られてまうわ。なに？くるみ割られてまうわ。でも、起こそうとしてるよ、これ。これ、さすがに無料ですよね、これ。俺が悪いの？ほんで。俺が悪いのになってる？ワイワイさん、ワイワイさん。起こしたいな。起こしたい。俺も起こされたいな。今起こし、あ、ごめんなさいね。あ、そこで行けるな。だいぶ怒られてるやん。エマちゃんがいるから。だいぶ怒られてるで。エマちゃんが知りありがとうございます。まだ切符切られてないの。ちょっとほんでその、あの、トップ数上に上げて、なんかしんどいわ、その。バニラさんがまだ、角度がちゃんと直ってない、ちゃんと直ってない、バニラさん。ちょっと全然直ってない。全然直ってないんだけど。血も出てる、血も出てる、血も出てる。ほんまに、なんか、ほんまに可愛らしい喋り方するね。切れてないかも。すごいね。バニラさん、ありがとうね。あ、バニラさん、ごめんね、怪我してたから、そうやって。あれしないからね。あれしないね。他にも研究しないから、まだ。してもいいよ。してもいい。いつもありがとう、お待ちのためにね。ありがとう。こちらこそありがとうね。ありがとう。助かった。助かった。ありがとう。頑張って。みんな怪我させて。そんなことないよ。全然。あの、うん。喜ぶ。ありがとう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 ね。大丈夫？あの子、あの子すごない？ほんまにもう、もうやばいな、あの子、やばいわ、あの子。ちょっとなんかもう世界に俺取り込まれてしまうわ。吸収されてしまう俺のエネルギーが全て、俺の今まで築き上げてきたスピード感とかテンポみたいなものを全て全部グッともうなんか首絞められた感じなるやろ。店長はさ、あ、違う、脳が溶ける。あの金庫に触った。危ない。触ったのか。殺す必要なかったのに、なんで殺したんだろう。これ警察通訓でいいんですよね。めちゃくちゃなんかまともなこと言ってんな、あいつな。本当に。めちゃくちゃまともなこと言ってん。殺す必要なかったのに、どうして私殺しちゃったんだろう。だいぶ反省してるやん。だいぶ反省の色見える。あいつ、あ、唯一ちゃう。そんな反省してるやつ。あ、じゃあ応酬のところにお願いします。
バックするかも。バックがさ、バックが早すぎ。見失った。いや、多分気をつけたところでちゃうかな。気をつけたところでのスピード感じゃなかったもんな、今の。大丈夫？新しい、なんかここもう二度と入れんで、その子ごめんごめん。二度とここには入れんでね、もう。あら、ブル元気し、ブル一回落ち着いて。だいぶジタバタしてる。うん、プルイエーイ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 、プルで泳ぎ方わかんなくなっちゃって、プル泳ぎ方わかんないなと思ったら、一回一回落ち着いて、プルイエーイ、全角になってて、酸素が多すぎるから、全角になってるから、あ、全角だ、プル全角だって、プルイエーイ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 、それで、でどうした？本当さブルブル。上がれなくなって。おおそうやな。なんで？なんで？なんで上がれなくなった？全角やから。全角やからじゃん。全角やからじゃん。せやんな。せやね。全角やから。プルルイエイ。イエイ。プルルイエイ。プルルでも喋ってなあかんってこともないで別に一回落ち一回ほんだプルル30秒黙ってみるチャレンジしてみる。30秒うんプルルが30秒一回黙ってみるチャレンジ。プルルほらうるさいって。行くで行くでプルル行くよはいよーいスタート。プルル、その聞かなくていい。いつものお嬢様の喋り方で喋れば大丈夫。アフタヌーンティープルルじゃ、プルルだから、プルル今喋らへんじゃないんだから、騙されたらあかんねんで。な？おじいさん、今おじいさんに騙されかけてるやろ？おじいさん、おじいさんの言うこと聞いたらあかんねんで、プルルな。騙されてんねんから。プルル騙されてんねんから。プルル30秒1回。30秒1回、はい、よーい、はい、スタート！プルル30秒経ったよ。ストリョン関係ないとこでコーラが10かな。コーラも10もね。はいはい。10もね。はい。渡せました。じゃあ締めて300万です。え？あ、300万です。わいわいさん。ありがとうございます。ありがとうございます。えって言ってる。だから分かってなくて、えって言ってないです。分かってないの？お前が世の中分かってないんか、アリアちゃんがルールを分かってないんかやで。それは。アリアちゃん初めてですね。新人なんで。そうです。今のえってのはえ、えですかのえです。あ、そうですね。そんで、そんでえのみたいな。そんでえすってえのみたいな意味の。はいはいはい。あ、そうですね。あ、請求書受け取ったよ。ありがとうね。300万入りました300万入りましたこれ入ったのかなうん、請求書送ったら入りました入った、もうだって持ってるもん、お金はだから、多分払えたと思うわえ、やった僕からも買ってくださいよ、そんなサンダル履いてるんですからサンダル履いてるんだから、これからピザ買ってくださいよ関係あるんかなこれ売り上げ個人なんすよだから今、この人に入ったけど、俺には言ってもらってないっすよ10回クイズ出すから、お前正解言えたら、こうたるわいくよ10回言うやつな10回言うやつなすぐ答えろたこ焼きって10回言ってたこ焼き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 たいを焼いたものはたい焼き焼き魚でしたあそうだわあ引っかかっちゃったこれうわたい焼きだはい残念はい残念ピザ屋残念ピザ屋残念であじゃあ俺も10回クイズやりますおいいよ俺もう全然いけるでマジでマスターやかんねま10回クイズマスターマスターどうしようかなぁ僕刑務所に連れてってもらっていいですかすみれじゃあ10回クイズはお前今ググってるの今ググってるのお前全然いいよずるいなんかないかな難しいやつ難しいやつ難しいやつな10回クイズねサイトが見にくいはい馬券と10回言ってくださいはい馬券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 駅伝のランナーが次のランナーへ渡すものはバトンはい違うタスキですええはい何枚勝つんですか1対1やなじゃあ1対1なお前な10回クイズ1対1なじゃあお前なまだやるんだ1たす1は2と10回言ってみてえ1たす1は2 1たす1は2 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 5×4 引く32マイナス6はいや10回クイズじゃないはい遅いお前負けはいお前遅い負け負けたシンプルな計算力で負けた今なマスターやから勝てるわけないんやから俺に10回クイズマスターに勝てるわけないバグ売りすぎ本で世界これ他に300
タケさん。え、俺さん、俺に出る。はい、ワイワイさん、はい。何？僕一回テザーガンって思っていいですか？ちょっとバグってて。ちょ、撃つの？テザーガンです、テザーガン。オッケー、ちょっと待ってな。ビリビリ、はい。ちょ、お前がまず見えへんねんけどさ。あ、やっぱりいいですか？あ、はい、ワイワイさん、後ろっす。ちょ、もう俺。じゃあ、ワイワイさんの照準に入るっすね。あの、銃構えてください。ちょ、待って、俺銃、なんか構えられへんな。マジですか？え、なんかこれ装備済みなのかな今。はい、ちょ一回さ、別のものでいい、別のもので殴っていい？はい、一回。ちょっと、アーティファクトの人ってのロール行こうぜ。いいですか？マドカさん。見ました？全然見えへん。バグりがすごいもん、もうほらこの状態で家買うとか、家買って明日、またよしよしよし、オッケー、ちょっとここで一回電話しよう。なんで、いつも買います。あ、はい、ゆかです。え、あれ、もしもし、あのさ、あ、はいはい、家を売ってほしくてさ、あ、はいはい、うん、で、じゃあ一回 どうしたらいい、どこ行ったらいい、まず、うん、その、どの家を買いたいかなんですけど、はいはいはい、はい、予算的なもの、予算的、あ、結構いくら、うん、え、それ何、それ何、え、それ何言うか、ベネマロさん、ID 教えてもらっていい、あ、すいません、切れちゃいました、え、逆に予算合わせられそうっすよ。一旦、どれぐらいかわからんだけど、まあ、数千万ぐらいの家は欲しくて、借金でもいいんなら、はいはいはい。え、借金でもいいんかな、借金でもいいん、ローンみたいな感じ、借金でいいんやったら、まあ、4000万、5000万ぐらい。ああ、なるほど。うん。そしたら、うん、家の外見でここ住みたいみたいなことがあれば、いいね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 。うん、そこを見つけてくれたら、すぐに中身建てれます。俺がじゃあ、マップ見て、はい、マップっていうか、マップのどっかを見たら2体ってこと？そうです、そうです、自分が住みたい、家の外見探してもらって。え、これ何マークで家な？全部どこでも住めます、ドアさえあれば。了解、じゃあ一回ドアを探してみるわ。はい、お願いします。ありがとうね。はーい、はーい、失礼します。失礼します。どこにしようか、じゃあ。いえ、警察に近くて、コンビニもあって、ガソリンスタンドもあって、ガレージもある、メカニックもあって、かもう完全にもう例えばこことかの近くにして監視するか、メルちゃんをもう射止めるこことかことかにしても常に監視するっていうポジション、ポジション取り。これじゃん。あ、あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあここにしよう。ここにするとして、俺電話したらいいねんな。Yes。あ、はい、ゆかです。うん。ごめん、ゆかちゃん、あんな、はいはい、場所決まったんよ。おう。で、場所は8169やねんけど、8169、8169、どの辺でしたっけ、81、まあ、近いっす、ね、そうそうそう、すぐそこって感じ、警察署の近くでもあり、なんか B の近くでもあり、はいはい、あー、なんならここももう家入ってるまである。ちょっと待ってくださいね。うん、そこの家ちょっと高いかもな。なんぼ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 、うん、7500万っす。おお、言うね。え、それローン聞くんやな、一応。そのローンっていうか、ローン今すぐじゃなくても払う、絶対払いますよとは思ってんねんけども。ああ、なるほど。あ、うん、
それがその請求書システムじゃないんですよ、決済方法が。ああ、はいはいはい、と言いますと、その場でお支払いなんですね。ああ、はいはい、ってことは7500万持ってないといけない。はい。ああ、なるほど。7500万食べてから来いと。いや、でもやばいさん、貸しますよ、そんな。いや、どういうこと、どういうこと、請求してくれるってこと。じゃあユッカが一回立て替えてくれて。はい。え、マジで言ってんの？それちょっと、でも悪いな、それすると。いや、いいっすよ、いいっすよ。いい？はい。それ、まあ、もうお願いできるんだ、それ。あ、それに越したことないけどさ。え、だからなんでそんな家欲しいと思ったんですか？いや、もう俺やっぱ男やし。マイホームが欲しいって、あ、そう。そんなん聞いたらもう買ってほしいっすもん。そうやろ、はい、やっぱ夢っていうか、そういうな。まあこれからこの世界でも夢とか作ったりとかな、はい、でなあかんし。わかりました、じゃあ行きましょう。はい、どうしたらいい。一旦電話切りますね、じゃあ。はい。今いくらぐらい足りないですか？いくら欲しいですか？7500万として。はい、今はなんでな。いきました。おお、これでいくらだっけ？7500万ですね。7500万だよね。うん、もうちょうどだね。ちょうどちょうど。銀行のやつも入れていいんだよね、もちろんね。あ、銀行に全部お金入ってないといけなくて、銀行に7500万、うん、銀行に、今1万7000足りないや、じゃあ銀行のお金が。あ、じゃあちょっとその分じゃあ、うん、ささしですね、ささし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 だね、ささしに、うん、ちょっと追加で5万ぐらい、これはまあごめんね、ごめんね、なんか、そう、ごめんね、またこう返すから、じゃあ5000、5万返すから、じゃあ。いやいや、5000で大丈夫です。いい、大丈夫ですか。はい、ごめんね。どうしよう、絡まれてる今。ごめんね、ちょっとなんかすごい絡まれてる今。いや、わかりますよ。ちょっと一回、ちょっと一回場所、これ一回ちょっとごめんね。はいはい。こんにちは。こんにちは。この前の家って買ったんですか？いや、ごめんごめん、ちょっと絡まれててさ、今。絡まれてて、今。絡んでは、まあ、それで、ちょっと今場所を移動したんだけど。ああ、はい。そうそうそう、場所をごめんね。ちょっと場所をこれ今変えたんだけどさ。ええ。どうしたらいい？じゃあ。じゃあもうちょっと家、どうしましょう。作っちゃっていいですか？あ、いい？あ、じゃあここに、はい。この家？買うんだ。じゃあ、お願いしていい？じゃあ。ごめんね、ちょっと電波遠いかもしれない。声聞こえなかったらごめんね。あ、はい、わかりました。大丈夫？はい、大丈夫ですよ。大丈夫か。すぐ近いね。ちょっと今さ、いっぱい絡まれててわかんないと思うんだけど、ちょっとなんか絡まれてんだよ、今。あ、なるほど、なるほど。ごめんね。大丈夫です。うん。どうしよう。どうしたらいい？入っといていい？じゃあ、家に。あ、ちょっとまだ入れないですね。今作るので、ちょっと待って。はい、はい、はい、はい。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあまた終わったら、そうね、終わったら電話して。あ、電話で。わかりました。はい。なんでや。何？自分ら。僕買ったんすか？僕買ったよ。だってメルちゃんの俺第1号の推しなんだよ、俺が。すいません。メルさん、今日退店して、そうっす。喫茶店の従業員じゃなくなっ。メルさんはもう今日は、そうっすね。1日バイト辞めましたね。だったんで。そうなんですよ。メルさん、今日もメルさん、そうね、ちょっと終わっちゃった。あ、はい、もしもし。ちょっとごめんね。今日写真撮って終わった。今なんか現地にいるんだけどさ、今家買ったところの。メルさんってそのなんかね、ちょっと入れ違いがあったみたいで。はいはいはい。どうしよう、家もう立っちゃうか。でももう立っちゃう。いや、まだ立っ、いや、もうあるので別に。コンビじゃなくても大丈夫ですよ。別のところとか、いや、やめるとかでも大丈夫。まあでも迷惑か。さすがに帰るってなると。いや、そんなことないですよ。全然。大丈夫？大丈夫かな。まあ、もう
じゃあ、まあ、でもいいや、いいや、メルさん、メルさん、そうそうそう、本当はつい理由があったんだけど、あー、なるほど、なるほど。だとしたら、まあ、うち救急隊なんですけど、ちょっと救急隊の方にもいるんですよ。あ、やめました。メルさん、ちょっと家買わないか、ご了承して。今日はあのお別れのチェキ、みんなで取ってやめました。戻りましたね、本業に。家の横の窓とかにします、じゃあ、家。え、メルさんは救急隊にいる、まあ、いる。ちょっと待ってね、今一回ちょっと待ってね。そう、はい、まあ、でも、メルさんはどこ行ったん、お前ら。メルさんはどこ行ったん、救急隊行ったん、まあね、救急隊行ったんね。カフェには、まあ、多分戻った、ね、分かんないです、その先は、うん。その先は分からへんけど、メルさんは救急隊に行ったんやな、とにかくな。多分。うん、くくくく。あ、ごめんなさいね。あの、はい、メルさんが救急隊の近くの方がいいかもしんないですだから。いや。なんかここに来たら可愛いなんかちゃん付けで直してくれるって言って。すいません、ちょっとね、今ノアちゃん出払ってて。うん。どうも。可愛い子っすか？どうしたー？ワキオちゃんのこと？ワイワイさん、ほんとっすか？ワキオってね。お前、そんな念能力者みたいな顔してさ、マジで。念能力者みたいな顔して、そんなん言われてもさ、マジで。なあ、俺さ、俺、イーマイナーと喋ったことないねんな、イーマイナー。あ、イーマイナー、まあ。イーマイナー、ほら、じゃあ、イーマイナーって気づいてへんねん、喋りかけたことないから、イーマイナーって。でも、イーマイナー、イーマイナー自身は、イーマイナーって分かってへんのに、ほら。な、喋ってるやろ喋ってる。でも、イーマイナーって分かってへん。でも、俺はずっとイーマイナーって呼んでんねんな。そうなんだ。ねえ、ほら。な、な一方的な、一方的な会話が今、成り立ってんのにな。イーマイナーね。そういうことか。ワイワイさん、お腹ついてる。うん、あ、食べれた、食べた、うん。あ、ありがとう。これか。ありがとうね。イーマイナー、そうそうそう、イーマイナーやろ、それ。イーマイナーって呼んでんねんだが、俺。分かる人しか分からへんね。まだ分かってないもんね。何してんの、ほんで今。うん、あ、チルス。暇だからチルしてた。休んでんの？はい、休んでます。雑談？そう。ここの東西ゲームする？ちょっと。何それ？何それ？え、ここの東西ゲーム知らんの？ちょっと知らん、知らん、知らん、知らない、知らない、知らない、うせやん、ここの東西赤いものとかで言うたら、例えばえパンパンポスト、パンパントマトとかやってこう回して言えなくなった人が負けみたいな。そう、とか、そのやりたい、あ、やりたい、やりましょう、やりたい。じゃあ、簡単な簡単なことになるけど、じゃあやる？簡単なことじゃあ、輪にならないと順番が決まらへんから、輪になりましょう、輪になる。はいはいはい。じゃあ、座ってていいですか？座ってていいよ、座ってていいよ。了解。え、やりましょう、一緒に試して。待って、構成参加して、構成参加。はい、来た。うん、あ、来た、あ、来たよ。ただいま。おい、だいぶ出て、お前、ここに東西すぎへん？おしっこ、おしっこ、行ってらっしゃい。おしっこ行ってくんの？お手洗いね。でなぁ、この子ほんま独特の世界観持ってるね、くるみ。うん、なぁ、もう行ったんや、ほんで。ちょっと、ここの東西やる？言うか。あ、なんすか？ここの東西。じゃあ、俺の次、これ、ナチョで行く？俺の、こう、左回りな。了解ね。了解。俺の次、左回り。はい、行くよ。ここの東西。はい。何これ？白いもの。白いもの？でかい。豆腐。パンパン卵パンパンハートパンパン白衣パンパン待って、カツヤバい。はい、そうですね。はい、お前アウト。はい、アウト。罰金300万、罰金。嘘だろお前、三百万罰金。簡単だよ、白いの。簡単、白いのなんかさ、もうめちゃめちゃ。怪しくない？いやいや、平和の象徴でしょ、白いの。怪しいけどな。鳩はちょっと怪しいな。でもな。白衣もどうかと思うけどな。白衣って言うと思ってるから。はい、もしもし。いや、お世話になります。あー、どうもどうも。こちら、はい、ます あの、チョキベスト専門店のあの、ご連絡ってことでいいですよね？あ、そうですね、はい。あ、すいません、ちょっと今ね、違うところ行ってまして、もうほんとお客さんがすごいんですよ、やっぱ入れ食い状態でして今。 あ、そうなんですね、はい。でもまあね、やっぱりあの、取引先にさせてもらってましたんで、天月さんとは。はい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 、はい、なんでちょっと今折り返しさせていただいたっていう形なんですが、今回またご入りをってことでいいですか？そうですね、ぜひちょっと使わせていただけたらなと思って。今回はどれぐらいの数で？
今どれぐらい入荷は入ってる感じですかね。まあ結構買いたいなと思ってたんですけど、あ、まあ、本当ですか。はいはい、なんか20ぐらいだったらどうっすか。20個ぐらいってことですね。はい、ちょっと今在庫確認しますね。はい、在庫確認しますけれども、はい、まあ、20個となります。ちょっとね、前回とはちょっと数が変わってきますので、はい、まあそれなりにちょっとお金かかってしまう。逆にっすか、なんか一気買いの方が安いって前、まあ、もちろんそれはそうなんですけれども、割引額はね、はいはい、やっぱり多くなるんですが、はい、やっぱりねちょっとね、あの最近すごくこうあれでして、やっぱ人気でして、そうなんですよ、はい、どんどんで、ね、やっぱ品数が、はい、いいものを使ってるんですよ。はいはいはい、なんで、はい、なかなか職人さんもね、はい、やっぱ手を抜かないんで、はい、数がいっぱい作れなくて、まあ、20個は全然、はい、なんとかまあ天月さんってことなんでご用意しますけれども。あ、いや、ありがとうございます。ちなみにご予算的には今どんな、前は15個で、はい、1700万ぐらいでしたっけ。そうですね、はい、そうですよね。今回は、どうですかね、2、はい、はい、約300ぐらいですか。ああ、なるほどですね。ちょっとまず在庫確認してみますね。20個でお間違いないでしょうか。はい、はいはいはい、20個、ね、ヘビーの方でよろしいでしょうか。はい、そうですね、はい、はい、ヘビーの方よろしくお願いします。2人とも行こう。了解です。あ、作り方作り終わりましたでしょうか。はい、20個は、はい、ちょっと小分けしてっていう形にはなりますけれども、はい、可能です。あ、本当ですか。はい、金額ももう天月様がそのようにおっしゃるのであれば、はい、まあ、2300ですか。はいはいはい、うん、まあね、本当はちょっと1個150万ってとこ下るっていうのは変な話なんですけれども、はいはい、まあまあまあ今回はってことで、まあ、ご利益にしていただくってことでね。はい、本当ですか。はい、いやー、ありがとうございます。もう必ず買わせていただきますんで。本当ですか。これ、はい、ね、あの、よろしければちょっと20個ってことになりますと、すぐにこう、はい、あのお渡しするのがしやすい、あの警察署の近くに来ていただけた方がスムーズなんですが、はいはい、署の近くですか。署の近くの方があのスムーズにはお渡しできるんですけど。あ、わかりました。あの、じゃあ僕の方でこの後向かわせていただきます。はいはい、あ、かしこまりました。また お電話いただけるということで。あ、はい、すぐ向かいます。はい、よろしくお願いします。お待ちしております。はい、はいはい、了解です。はい、ありがとうございます。はい、ご利用ありがとうございます。はい、失礼します。はい、早ない？はい、お世話になっております。あーですね、ちょっと上司からあの相談してみた結果なんですけど、はい、はい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 、もうちょっと安くなんないですかね。あー、でもね、もう天月さんは大変失礼なんですけれども、はい、もう今現在ですね、はい、散々もう、そうですね、あの視聴者様でも、まあ、コメント、コメント、非常に叩かれていると、はい、状況でございます。まあ、だからね、本当はまあこの道通りたくなければね、通らないこともできる、そんな中での、まあ、お取引ということになっておりますんで。そういうところはね、ちょっと大変申し訳ないんですけれども、なんとかお譲りいただけないでしょうかという話にはなってしまうんですが。2000でどうすか。いや、100にしましょう。天月さん、それはもう、これはもうね、それはもう長引きますよ、これは。2100で、じゃあ、2100で。今、はい、もうすごいのが飛んできてるんで、はい、いっぱい。はい、すいません。ありがとうございます。お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。はい。はい、すいません。失礼します。アイスってそんなやつな、アイスってそんなやつ、あいつなんか悪いことしてる、もしかして。じゃあ、あの中身、あいつ悪いことうまいな、悪いことうまいぞあいつ。いや、そんな、でもさ、こうあれやん、そのあんまこれ以上な言うたら突っ込んでもなってな。で、お前らまで盾にしてお前らまでも盾にしてやで、
それでもまだ粘ってくるっていうのはもうよほどじゃない、もう2100限界やな、2100限界な、うん、それはもうごめん2100限界やな、まあ俺も入り用よってな、うん、俺も入り用よってあれやけど、縦になうん、まあ縦になるかほんま本落としてくるかしかないからな、言うておのれらな、せやねんせやねん、そういうとこあるよね、ものすごい弾飛ばしてくるときあるもんね、ものすごい糞飛ばしてくるときあるもんね、ほんまにはっきりね、はっきり言うときあるもんね、名前とかもはっきり言うときあるもんね、うーん、35人なんで、よし寝るか。ちょっと今日長すぎマジで、ちょほんまに長すぎやで、これエンドレスなるぜこのままいったら、これまあね、俺明日ほんで歯医者やからさ、ちょっとあれやけど、今日はまあこの辺りにしときましょうかね。でも本当にありがとうございます。でコメントはもう何言っていただいても結構ですんでね、まあ お叱りのコメントも、何でしょう、そのまあその笑うコメントでも何でもね、もう打っていただける方がありがたいのが配信者のあれなんでね、ぜひぜひまた次回もありましたらね、お気遣いなく何かいただければなと思いますね。さあということでね、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回はね、家買いたいなと思っているので、家を買う編といいますか、なんといいますか、ぜひご覧いただければと思います。それでは本日の生放送もこれにておしまい、おしまい、ごめんね、ちょっと長引いたけど。挨拶に来たようです。おー、なんか一人姿変えましたから、え、配信閉めてたんだよね。あー、あー、お疲れ様、お疲れ様、頑張って、バイバーイ、バイバーイ。